される。お、一本穴。じゃあ一本穴早速行ってみるか。一本の筋のように続いていく洞窟、壁面には開閉部が多く風通しが良いウサギ肉。ほうほう。最奥の鬼衆を倒す、採掘ポイントを発見する、敵を討伐する、敵を討伐する夜間。まあ行ってみるか。行くよーん。お、自然治癒。攻撃するとアイテムが出現する特殊な地形が存在します。あ、石が取れるんだ。そこ、おうおう、いてててててて、よいしょ。いいね。ダッシュ攻撃しちゃうとちょっと隙があるな。これもこれもいける。よし、いいね。あ、あのなんか撃った弾みたいなの打ち返せんの。いて、もう一回。ここだ。あ、ダメだ。もう一回。よし、あー、なるほど。あ、え、強い強い、いて、おー、いろんなギミックがあるな。チュンチュン、鳥、いて、いいですね。お前やるな。あ、いっぱい出てきた。強い、かっこいい。スズメ肉、これで終わりか。大したことないの。まだどこかに隠れてるオールやらも知れませぬ。時を置き再び訪れてみてはいかがですかな。食材になりそうなものも取れたし、そうするかの。さあ帰って飯じゃ飯じゃ。おー、三角でワールドマップへ。空腹状態になりました。食事効果による自動回復や能力強化がなくなります。いや、空腹になっちゃうとダメなんだ。ここら辺で採取して。よし、メニュー。あー、なるほどね。はい、戻ればいいのかな。雨降ってる。どうしてそんな。大丈夫？おかえりなさい、神様。どうしたの、こんな外にいて。何かあったのか。わしは疲れてるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。悩む前さいるから。嫌な予感がする。わしの勘は当たるんじゃない。嫌な予感するな。お侍のおじさん。オッケーオッケー。田植えもん、どうした。何があった。おいらたちば植えたつきか、このあんこたれ。あんこたれ、怒るすぎる、よくないです。みんなみんな失敗ある。すまぬ。どうした、田植えも。あ、分家立つ。分家立つ、初めて聞いた。騒がしいの。一体何があったんだ。こいつ種もみば水さ流してしまったぞ。あら、なんじゃと。それじゃ、もう米はできるのか。手元に残ったのは
わずか一つまみ。一つまみ。他はすべて。一つまみあるならいいじゃない。野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。不器用な男なんだね。まったく。とんでもねえ足絡みでねが。足絡みって足手まといってこと？でかいの。お主任せろと申しておらんかったか。一体どう始末をつけるつもりじゃ。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく、ほうほう、何の才もありませぬ。いや、何がしら持ってるよ。野良仕事も下手の横好き。いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。そうなんだ、切ないね。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが。まあ、やる気になってくれたってことでしょ。いいじゃない。面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。いや、いい。そういうことを申しておるのではない。人手がなくなっちゃうの困るしね。腹切られたら悲しいし。やめせ。死ぬならおいらたちの目が届かんとこであれ。厳しい。金太厳しい。お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。そうね、食い出が減るのは悪くねえかもなや。厳しすぎる金太。すごいね。こいつ恋で空料だけは5人前だ。まったくさもしいもんだね。でも、まあ、笑い事じゃないよな。そうだよな。ストップ。はい。なぜ田植えも傷つけるんですか。田植えも優しい。失敗あるだけです。そうだね、誰でも失敗はするよ。見るって柳飛びと違いますが、わかる。絶対おかしい。やっぱミルテはね、ヤナトビトじゃないのか。そうだよね、国籍違う感じするもんな。あ、もうわかったわかった。トライの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。ミルテと言ったかな。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。おー、ミルテ優しいな。これはみな、わしが取ってきた肉でも食うて早よ寝てしまえ。お主もそれでよいな。うん。おまあまあ、どうにか収めてくれよ。今度はなんじゃ。見るて料理得意です。どうなの。今日は私の国の料理作ります。本当。おいしい。食べたい。おお、お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならばこの肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー、ミルテ頑張ります。本当に大丈夫か。納屋へ行く。いただきます。焦げた塊。ダメじゃん。ダメじゃん。ごちそうさま。焦げた塊だけど結構みんな満足そうだね。ならいっか。満腹マイナス25。ウサギ肉が傷んでしまった。サクナ様、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。はい、田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗をつぶし、後ろ足で畔を崩してしまい。めちゃくちゃではないか。体も大きいしな、繊細な動き苦手そう。そこまでいくと下手とかそういう類の話ではないぞ。おい、たまじ、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。いやいいんじゃない。何一つおかしなことなどございません。我が国の北条氏とは元来そうしたもの、お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。そうなんだ、やってるんだちゃんと。なんということじゃ。一
一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。サボれないじゃないか。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。キンタならなんかやってくれそうだけどね。きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。そうだぞ、お上司。知識だけは自信がございまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。田んぼに入って田植え、田植えを始める。さてと、田植えもんに任せる。農技設定、あ、なんかいろいろある。あー、なるほど、難しそう。待って、ここ長押しで植える。あ、ちょっと待って、これでいいのかな。これでいいの？あ、ちょっと違う。これでいいの？これはしんどいぞ。あ、間違えた。ごめん。重なりすぎちゃったな。でもしゃあない。こういう感じ。子供の頃にバケツで稲は育てたことあるけど、田植えはしたことないな。よいしょ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 。でも結構ぎっちり植えられてるような気がするから。終わり終わり。よし、十分な間を置いて植えたぞ。粗食、植えた密度粗食。え、っていうことは間開きすぎってこと？たったこれだけの数でも腰が痛いわい。いえ、お見事にござりました。初めてとは思えませぬな。ほんとに？お主も経験者とは思えんぞ。で、この後はどうなる？夏の間は草を取りながら稲を見守っていくことになりまする。よりよく育てるには水加減も肝要と聞きましたが、これはまた後々でも良いでしょう。何よりもまずは草抜き、刈り取りまではこれをお願いいたします。先は長そうじゃ。これから狩りと稲作を自由に進めることができます。何をすればいいかわからなくなったときは見てみましょう。へえ、すごいね。話す。これ田植え物の刀じゃない？お、わっぱよ、ずいぶんと熱心に眺めておるではないか。やはりおの子はみんな刀が好きなものか？わっぱて、おめもわらすでねが。わしゃ刀じゃ。どこから見ても火の打ちどころなき麗しさであろうが。女神じゃぞ、女神。お主もおの子ならもっと憧れうらやうやまわんか。ししゃね。まず神様ってとこがうさんくせし、そもそもおめおなっこだったかや。どしたん？あまりの怒りに胸が。お主たちだけで話してくれんか。強くなりたいのか。力が欲しいか。刀ば振り手わけじゃねえ。うつも手細工で貸し出たからな。なしだってこんな偉いもんができんだ。この刀には到底及ばぬが、我も包丁ぐらいは打てるぞ。覚えてみるか。曲げた。ああ、刀を作りたがってるってこと？教えるには火事場がいる。神様、仏様。都合が良すぎるのではないか。だっておいらここでから離れられねべや。
さっきのこと謝っから、おいらが悪かった、この通りなあ。頼む、火事場さえあったらおめえの道具もこさえてやっからね。まあ考えておこう、火事場作ってあげようよ。火事道の始まり。田植えも終わり、夏の間は地道な世話が続きまする。草は稲の育ちを害しますゆえ、見かけた折は お取り除きくだされ。分かった。あ、また雲が飛んだ。よもぎ、つくし、七草、水は抜かない。これは妙な穴があるぞ。中は空っぽじゃ。なんだろう、調べる。おー、なんか調べられるな。なんだい？さくら、この前はすみませんでした。あれか、消し炭のような何かじゃったの。あのご飯ね。メルテ、わかりました。ヤナトで取れるもの、ヤナトの料理一番です。そうだな。ともであろう、お主も自分の国に誇りはあろうが、食材が合わぬとあっては仕方あるまい。これからも共に暮らし、炊事を任せるのであれば、わしらの口に合う料理も覚えてもらいたいのは確かじゃ。簡単なものから頼むか。こういうのはどうじゃ？やあ、できそうです。ドイツ？やあって。よし。そうか。では食材が手に入ったらよろしく頼むぞ。どんぐり。ああ、見る手は勉強か。なるほどな。あ、こうしてる間にも時間って進んでる？はは。こうしてる間にも時間って進んでいるのかも。どうゆい、こんにちは。このお役目の稲は今育ててるから粘土、あー石材、木材、あーなるほどね。いや、これでまた探索に行かないといけないってことか。はい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 、そうしてみよう。で、なんか手に入れてたさ、七草とか、あそこら辺はどうなってんの一体。あ、腐った食材、使わぬまま腐らせてしまった食材、しかしまだ肥料としての使い道が残される。へえ。根越えの基礎となる素材、田植えの頃に与えると良いでしょう。粘土、麻、獣のひづめ、はは、ここら辺は手に入れた後どうしたらいいの？まあいいか、とにかく探索行ってみる？こっから他の地域に行けるんだ。竜の抜け穴、木材手に入るから、とりあえず木材取りに行くか。スタートは最初の時と逆なんだ。